今回は、2014年ごジャパンゴルフェア2014に来てます。やっぱりね、ゴルフェアってことあって関係者がいっぱい来るんですよ。でなおかつ見てご覧ください、一般の方もたくさん来てます。というのもですね、今年のジャパンゴルフェアはですね、3日間あるんですけれども、初日2日と雪で、結構大変な状況だったんですけども、最終日、外はドッピー感です。ですから今日は多くのお客さんが来ると思います。早速ですね、中を見て回りたいと思います。ゴルフェアっていうのも本当に、来年今年モデルですかね、いろんな新しいクラブに出会えたりとかですね、実際いろんなことが、できるみたいなんで、今年はあれなんですけど、来年ぜひ来ていただくためにこのジャパンゴルフェアをですね、いろいろご紹介したいと思います。それでは行きますか。スギちゃんが行く。ご覧ください、たくさんのブース、ね、不景気という中でもですね、ゴルフフェア、かなりメーカーさん、皆さん頑張っております。これなんだろう、これなんでこんなに並んでるんですか。はい、これなんでこんなに並んでるんですか。あのウトティつかみ取りをキャンペーンやっておりまして。なるほどね、これが予想外に、はい、すごいですね、初出店でやっちゃいましたみたいな感じ。さすがです。ありがとうございます。すごい行列だ、ちょっと気になっちゃったんで。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。T は静かみ、なるほどね、そういうこともしてくれるんですね。今回もね、あの先に言っておきますけど、アポなしですからね。大物見つけました。本当にあそこにタレントの方もいますね。タレント、ズバリバイトをズバリやってるんですよね。ちょっとドキドキして丸裸です。あら、あれ、内藤さんじゃないですか。誰だっけ。暇なんでしょう、暇なんでしょう、暇なんでしょう。スギちゃんが行くっていうなんちゃって番組なんですけど、はい、なんちゃってとか。いやでもね、あの石川遼選手もアメリカで見てるっていう。そうなんですよ。内藤さん、まつげが、はい、これやっちゃう、これがおしゃれなんです。そうなんですか。知ってます。お願い事してからまつげ取らないとお願い事叶わないんですよ。皆さん、これからまつげを取るときは願い事を叶えます。流れ星みたいですね。本当本当本当。そうなんですか。毎回こうやってまつげ願い星。こういう女子意見、僕ら全然分かんないですよね。一流プレイヤーは M が多いんですよ。そうなんです。これ。本当。あらまあ。隠れ M みたいな。え、内藤さんどっちですか。僕は多分 M じゃないんじゃないかな。この人ド S です。教える方だね。やれよとか。だからプレイヤーじゃなくてコーチ。そうそう、ね、トレーナーとかコーチは S が多いです。いやでもコーチとかトレーナーが、やっぱ私もトレーニングいますけど、トレーナー、うん、S じゃないと困る。あ、トレーナー S でしょ。 SS、 はい、10、9、8、7、はい、あともう10回みたいな。ああいう人じゃないと平気でね、平気でもこっち苦しんでる顔を見て楽しむみたいな。笑ってくれないと練習できない。面白いですね、いろいろ話ができます。そう、これこんな長くてもう使えないでしょ。いやそれがですね、これ YouTube なんですよ。全部使える。全部使える。流れ全部。こんなカラフルな2人を切るわけないじゃないですかね。皆さん本当に見てて飽きないです。やっぱりウェアとかもこだわりがあるんですか。アメリカの話は聞かなくていいの。え、アメリカの話いいの。いいのもう。いや聞きますよ。せっかく俺があの松山英樹のアメリカの話。この間アメリカ行ってた。ドーザンって書いてあるからですよ。ドーザン。いやだから例えばほら、松山英樹選手が調子どうかとか、はい、そういう質問ない。松山英樹選手調子いかがですか。いや松山選手すごく良くて、はい、ハーフつかしてもらったんですよ。あので見させてもらって、まあ、すごくお世話になった、ね、あの松山選手の進藤大輔には、はい、キャディの、ね、進藤大輔君にはすごくお世話になったんです。ちょっとここでも 声があれなんで、どこに声があれなんで、ここですか。そうですか、はい、あの杉沢さんです。喋るのはあの苦手なもんです。いや大得意じゃないですか。ちょっとでもちょっと聞きたかったんですよ、はい、最近あのオリンピック見てます。はい、見てます。オリンピックやっぱりこう年齢層幅広いじゃないですか、うん、10代から、はいはい、これで、ね、40代のジャンプで銀メダル取った方もいますし、はい、なんかすごいああいうの見てるとあのゴルフ界もですね、やっぱすごく似たようなものを感じるんですね。あのね、実は昨日葛西さんが、昨日って今朝か、はい、葛西さんがあの銀メダル取ったでしょ。取りました。あの葛西さんって、はい、ワールドカップに出てて、はい、ワールドカップの若い選手たちから、はい、ものすごく尊敬されてるんだって。尊敬されてる、うん、はい、それはどうしてかっていうと、はい、やっぱ41歳で、うん、あれだけできる、はい、それからその若い子たちとね、うん、
やっぱりこう対等にやっていけて、その努力を見てる若い人たちが、はい、でものすごい尊敬されてるらしいの、はい、じゃあね、果たして今の年齢層の高いね、はい、プロゴルファーが尊敬されてるかな、人間的にと思うとね、うん、首をかしげるような人たちもいるんで、うん、ぜひね、やっぱ強いだけじゃなくて、はい、やっぱ人間性を磨いて尊敬されるようなプロになってほしいなと思うんですよね。で、若い今度プロたちは、はい、やっぱそういうその人間性の素晴らしい、プロを見て、あ、自分も強くなると同時にああいうプロになりたいなと思って、若いプロたちも目指してほしいなと思うんです。なるほど、ね、だからロッカーもきれいにしなきゃいけない、はいね、はい、服装もちゃんとしなきゃいけない、はい、言葉遣いはちゃんとする、そうでございます、タバコもテレビに映るようなところでは吸わない、吸わない、キャディも含めて、もちろんです、ね、はい、やっぱそういうところを直していくと、あ、ゴルフ界変わったなっていうふうに思ってもらえるのかなと思うんですけどね。で、ついてきますね。意識改革をすると、じゃあどうなっていくかっていうとね、はい、あ、このツアーを応援したいなって企業が増えてきて、はい、試合数もいずれ増えていくんですよ。なるほど、うん、ただこうがむしゃらに試合を増やそうとするんじゃなくて、試合を増やせ増やせって言っても、今のまま試合を増やそうと思っても、はい、なかなかやっぱ増えないので、やっぱ我々が意識改革をして、はい、あ、我々とプラマやってよかったな、うん、あ、我々を応援してよかったなっていう企業が増えるように、我々が意識改革をしていく必要があるんじゃないかなと思いますね。なるほど、ダメだ、1時間でも喋っちゃうからいや、いいんですよいい話だったでしょ、ね、皆さん、倉本さんもですね、すごく本当にゴルフ界のことを考えてますし、ベテランの人がですね、ああやって真剣にですね、ゴルフ界のことを考えてくれる、これはですね、すごく、僕たちにとってありがたいことです。いい人ですね。もう何やってもいいと思います。ただ、はい、一番飛ばせるのはから、はい、逆にいっちゃう。え、逆に行く。頑張って、まだ喋りを、なんかあります。野球、ジャパン、早速ですね、行ってみましょう。ゴルフ屋絶対やれると思った